まずママヘンテコリーズということで、まあ、今日はね、僕の持ち込み企画で、はい、恋愛の悩みを僕がインスタのストーリーで昨日ぐらい募集してたんですけど、3人で解決しようみたいな企画でやってくんですけど、実はファンからの恋愛の悩みじゃなくて桃花の恋愛の悩みを届けてもらってるんです。歌川桃花のね、力言うとね、フィルターがかかってね、リリカね、ちゃんとね、本心でね、悩みを解決できないんじゃないかなと僕は思いまして、そうです、友達だしね、なんか厳しいこと言えないじゃん、そのフィルター外してリリカにもガツンとね、悩みを解決してもらおうっていう企画です。いやー、楽しみですね、これは。楽しみなんだ。楽しみ、見るとなんて答えてくれるのか。まあ、リリカがね、悩みの本質をね、はい、まあ、サクッと解決してくれるんじゃないかなと僕は思ったので、お願いします。それでは、レッツラゴー。ヘンテコリー、モモ、リリー、カズ、せーの、ヘンテコリー。ということでね、本日は僕の持ち込み企画、昨日僕ストーリーでね、恋愛ってきてました。ということで、本日の企画、ファンの恋愛の悩み解決してみたー。ヘンテコリーズといったらね、はい、最強のモテ女がいるわけですよ。リリカは、ね、学校のね、8割の人から愛されていたらしい。ちょっとこれリー自慢したみたいになるやん、ちょっと。そのね、彼女がリーダーとなって、ファンのね、恋愛のね、悩みをね、はい、解決しちゃいましょう。辛口でいこう、辛口。辛口。辛口でいこう、辛口。ファンの恋愛の悩み解決まで、レッツラゴー。ヘンテコリーズ。はい、ということで、まず一つ目。2年以上片思いだけど、付き合った時のことを想像すると価値観が合わない気がして悩んでいます。まず告白はしないってことなんだろうね。でも、付き合ったら価値観合わねえだろうな、みたいな感じなんじゃない。そんなことある。片思いの時ってもう全部好きって感じじゃないの。違うの。それは俺も思う。え、好きやけど、うん、付き合ったらこいつ価値観合わんやろな、でも好きやなって感じ。冷静になってる。冷静になってるけど、もう好きな気持ちを抑えられるみたいな。ああ、そういうことね。気づきながらも好きな気持ちを抑えられるで。でもさ、別れる一番原因の価値観の違いよ、うん、みんな言うやん、価値観が違ったのでお別れしましたみたいな。価値観合わへんなって思ってるんやったら、それはまだ告白せん方がいいんちゃう。え、じゃあ家族の価値観教えて、こういう人絶対無理みたいな。死ぬほど束縛してくるとか。ああ、どこまでの束縛やったら許せる。女の子と二人で遊びに行かないで。もう絶対行くなって、もう誰が言ってる。無理無理無理。リリダメだわ、カズくんと付き合えないわ。ダメじゃない。ダメだ。ダメだよ、普通は。平安の女の子そうだよ、多分。なんかもね、リリと一緒で結構束縛期で。多分束縛かもしれない。え、リリか怒んの、そういう時。言ってくれるの、カズくんは。言うよ。なんていうの、今日遊ぶわ。誰と。女女。え、何人いるの。二人。行くなよっていう。ここで、もうここで止める。気味なら止めるよ。女の子って、うわ、あの女の子絶対やばい子やなって分かるの。勘で分かるの。はい、わかります。わかります。わかります。でも、あの子は絶対安心できるような子やなっていうの、勘で分かるの。行ったら別れるで、言って行くんやったらどうぞっていう。好きだけど価値観が合わないと思うな、付き合ったらって思ってる、そこのあなた。あ、付き合ってみたらいいと思う。だから告白しましょう。しましょう。しましょう。2年間。行きましょう。それではね、行きます、はいはい。キスってどういうタイミングでするんですか。どうでしょう。したい時ですよ。でも女の子側は待っててもいいと思うよ。あ、確かにね、うん、でもしてくれない場合ってあるじゃん、男で。やっぱ自分からあんま行かない男がいるわけじゃん、うんうんうん、そういう時は可愛くおねだりしましょう。どんな感じで。したことないけど、まだしないのみたいな。可愛く言ったらイチコロです。はい、じゃあ次行きます。理想が高い女は嫌われますか。あ、これはカズくんに聞きたい。やっぱさ、女の子って理想あるわけですから。ももかから。あ、なるほどね。鼻がかっこよくて、鼻がまあまあよくて。鼻がかっこいいってなんで。ツンデレで。はい、どう思いますか。男じゃなくて、なんか女の子じゃない。あのね、正直に言うよ、うん、私、顔がかっこよくて、でも性格よくて、お金が持ってて、みたいな言い方やん、うん、もう現実見ろって思うよね。確かに。確かに。やばいよ、毒舌入ってるよ。いやいや、でもやばいよ。いいよ、毒舌入ってる。そのさ、めっちゃ可愛い子ってさ、こういう人じゃないと無理とか言わへんやん。モテる子って優しい人が好きみたいな感じでオブラートで包んでるの。そうそう、思ってないかもやけど。あんまりバンバン言わないよ、ね。うん、え、クラスでさ、なんかなんでうちのクラスこんなかっこいい子いないのみたいな。もうハズレクラスみたいな。あー、言えますね。ああいう子大嫌いだった。やっぱそうなんだ。俺もあんま好きじゃないけど、俺も言ってた。可愛くねえな。最低よ、大嫌い、こういうの。はい、続きいきましょう。異性と話すとき、頭真っ白になります。対処法は、うん、異性と話すとき、ドキドキしちゃうってことで。ドキドキして、なんか喋れなくなっちゃう。理由ないから、こん
人参やと思えばいいよ、野菜とか。小学校ぐらいの思春期になったあたり、女の子喋るの苦手だった。そう、どうしてたの、その時。その時は、自分が超イケメンだって思い込んで喋れる。あ、それいいかもね。自分に自信持ってると、基本何でもうまくいくの、これマジ。そういいこと聞いた、ね、いいこと聞いた。今回も発表の時とか、うん、お宅の前行って発表します、うん、全員ジャガイモだと思って、うん、必死にやってた。でもアイドルやったらさ、めっちゃファンの人おるわけ、うん、全然余裕。それは余裕なの。学校はマジで無理。それはさ、だってやっぱ自分のこと好きな人しかいないからだよ。あー、そういうことね。あ、そうだね。あれか、その時自信があるから何でもできるよ。それと一緒だ。ということで次行きましょう。理想の彼氏はアニメキャラです。あのディンね、あんま二次元とかわかんないからあれなんやけど、かっこいい、好き、欲しいみたいな感じがももかやん。はい。なんかいろんなグッズ集めて、あ、かっこいいってなってるやん、いつも。なってる。ももかはその人と付き合いたいと思ってるの。付き合いたいっていうより、なんか理想を考えていくじゃん。そしたら多分同じなんだよね、ももか。そのアニメキャラに行き着くの。そう、行き着いちゃう。多分ね、リンね、現実ないよね。いないやんって思っちゃう。うん。もう炎を出したりする人なんかいないし、あの強い人もいないの。アニメキャラ好き。ちょっとリリーにはまだ理解できない世界だけど、いないっていうことを分かって、付き合えないってことも分かった上で好きなんやったら全然いい。理想が高くなっちゃうから、あんまアニメ推奨しない。あー、なるほど。推奨しないわ。では、次行きましょう。イケメンがいません。どうしたらいいですか？なんか、リリーさ、学校とかでなんか、かわいい、かわいい子おらへんに行くこととか言われる、めっちゃ腹立つねんか、同じクラスなんで、こんな外れなんか。確かに。それと一緒で、イケメンがおらへんっていうのは、多分その子の理想の上でのイケメンがおらへんやん。だから、イケメンの基準ってみんな違うやん。あ、違うね。でも、きっといるけど、うん、気づいてないだけなんよ、その子は。イケメンおらへん、最悪みたいな感じじゃなくって、うん、見方を変えてみて、違うイケメンの見方をしてみたら、他の人がイケメンに見えてくると思います。はい、ということで、はい、悩みを答えられました。はい、先輩がいろいろね、厳しめなことをね。すいません、本当に。実はこれ、ももかの恋愛の悩みです。はい。それ以外、ももかの悩みです。そうやろ、アニメキャラとか、あと周りにイケメンがいないとか。じゃあうちは、リリちゃんがこうどうやってやったら感じ出してくれる。はいはいはい、わかった。はい、してたの。リリ、嫌だわよ、女の子。嫌なやつ。でも聞いて、嫌なやつ。うちクラスの時ね、7人くらいしかいない。男の子が？そう。あ、それは全員ブスだと。違う、ブスじゃない。それは全員ブスだと。ブスじゃない。あの、本当に。俺とか、なんかアニメとか、した人とかが。アニメとか。嫌な悩みでございました。はい。リカのね、解決でね。1個成長したんじゃないでしょうか。バイバーイ。バイバーイ。へんてこりん。この度へんてこりんずの3人でオリジナルリップを作らせていただくことになりました。洋学生さんから流行りを教えてもらったり、お店に行って勉強しながら今リップを作っています。こんなリップが欲しいとか何でも構いません。皆さんの意見を YouTube のコメントで聞かせてください。よろしくお願いします。